知らない私が何なのか当てにされない肩書きも名字も今日までどこをどう歩いてきたか分かっちゃいない誰でもないそれならちょっと出るどこへ出るわ当てにされたいひらめきもどっちももっと迷いたいもっと色めきたい広いオーラが本番さ招待終わらないあ生きてる間ずっと愛し愛され歩いてこよ銀座は春ドゥ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 ルドゥルルドゥルドゥルドゥルハード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 最新のネオンサイン探したいあまだ見ぬ仲間たちが結果オーライ認めたいあ命の使い道はすれ違いざま笑って返すほんのにシュました二代目というバンドです。よろしくお願いします。はい、1曲目にお送りいたしましたのは「目抜き通り」という曲でした。次の曲に移ろうと思うんですが、次の曲は1曲目とは少し、また雰囲気の違ったちょっと大人で、私たちのちょっと衣装のような少しこうダークな感じもありつつ、かっこいい曲になっております。もしかしたらドラマを見たことがある人もいるかもしれないんですが、カルテットという、ドラマの主題歌、大人の掟という曲を歌わせていただきます。それではお聴きください。世界どちらかを選べ
私たち次の曲が、最後の曲になります。私たちは4年生の同期バンドでして、今日が実は、ラストライブに、このバンドではラストライブになります。今回、初めて箱ライブに出る1年生の方とかが、多い中で、私たち4年生ということもあって、トリを務めさせていただいたので、すごく、光栄で、こうやって楽しいライブに、出ることができてすごく嬉しかったんですけれども、最後の曲は皆さんも聴いたことがあるかもしれないんですが、今宵の月のようにという曲です。爽やかな曲ですので、皆さんも一緒に楽しんでいただけたらと思います。それでは聴いてください。くだらねえとつぶやいて、冷めた面して歩く。いつの日か輝くだろう、溢れる熱い涙。いつまでも続くのか、吐き捨てて
くだろう。今宵の月のように2代目でした。ありがとうございました。